俺流の人生哲学、竹中直人の名言。君は10年早い、という言葉、僕は嫌いなんです。何十年も生きていても、悟るほどの境地には立てない。努力だとか、一生懸命も、思いのエネルギーみたいなもので、心がけようと思ってできるものではないんです。ふと気がつくと、周囲の人から、努力したね。一生懸命やってるね、と評価される。そこで初めて、自分は努力したんだ、と気づくだけのこと。何も考えず、まっさらな状態で進めば、最終的に、何らかの結果に到達できる。楽しい時間は長くは続かないように、よかれあしかれ、今の状況は、ずっと続くものではありません。